今回は円谷幸吉の子孫を紹介します。円谷幸吉は東京オリンピックマラソンの銅メダリストです。福島県出身の陸上自衛官で、メダル獲得時には中央大学経済学部夜間部の学生でもありました。メダル獲得後は故障で走れなくなり、自ら命を絶ちました。 NHK でドラマ化やドキュメンタリー、2018年には舞台化もされました。そんな円谷幸吉の子孫が円谷敦さんです。円谷幸吉の甥で元プロボクサーです。1979年生まれのおじさんと同じ福島県出身です。2003年には東日本ウェザー級新人王になりました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。